ボンジュール。おはようございます。今日も一日頑張ってください。おはようございます。アンジェ、うわ、ちょっと待ってもらっていいですかね。マドモアゼル、ロードします。知らぬ予感がします。今見たことは忘れてください。はい、おはようございます。ごゆっくり行ってらっしゃいませ。はい、お帰りをお待ちしています。はい、アンジェリークルトゥールを続きからやっていきたい。もう来なくていいんだわ。来なくていい。はい、おはようございます。すがすがしい朝ですね。さあ、いや、背筋を伸ばしましょう。すがすがしく行かせてくれ。誰も来るな、頼むから。なんで来んねん。なんでや。ちょっと、まあいっか、断ろう。お客様がお見え、帰ってもらえ。ではご都合が、クラビスくんならいい。もうどいつもこいつもさ、週明けから来やがって争奪戦か。はい、ってことでアンジェリークルトゥール実況続き帰っていきたいと思います。ちょっと釣ったかて、特にいきなり多分カットから入るんだけど、あ、ルバがいねえのか。とりあえずまた根回しをしていくね。根回しの様子でも見せようかたまにはね。最近ずっとカット続きだったから。なんか用があるんでしょ。いやでもね、多分ね、大した取れ高ないからやっぱカットするわ。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどの曜日。大陸の視察に行く日です。はい、大陸の視察に行きましょう。ちょっとさ、いや、それはごめん、それはごめん、クラビス、ダメだ。今日はお前を連れていく予定なんですよ。てか驚くほどさ、平日何もなくて、何も取らないまま30分が過ぎたんですよあまりにも取れ高がなさすぎて。根回しは順調なんですけどね。デートをね、誰にするかなんだよな。今回もしかしたらデート2回とかありえるからな。なんで来んの。視察だっつってんじゃん。オリビエか。ごめんな、オリビエ。ではこつ、あ、分かってるやろみんな。いじめ、お出かけして大陸の視察にクラビスを呼び出していいから。お前のこのロザリアの行動マジでカットできないの。興味なさすぎてやばいわ。遅延行為ですよ。お願いする。いや、ここはクラビスくんでしょ。なんでやねん。え、なんでやねん。なんでやねん。え、どうしよう予定が狂いのだよ。とりあえずランディ。では。ちょ、なんかこんなんばっかやな。なんか、今回大丈夫か？今回ちょっとみんな頼むよ。もうちょっと取れ高を気にしてくれ。あの時のように、俺が取れ高気にしだした瞬間に急に修羅場作ったりしてきた時のように、もっと、おはよう。俺のテンション上げてくれ。よし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 。お出かけする。ほんまに、邪魔でしかないからな、この日の守護星のお尋ねは。ちょ、クラビス追ってな。2週連続無理とかそんな話ないよな。ああ、いるよね。よかったよかった。クラビスくん。行くよ、クラビス。早く。ちんたらしないで。ただでさえこっちは30分ぐらい無駄に動画回してんだよ。天使様、お待ちしてたですよ。相変わらずだな。それじゃあ天使様に大陸が今どんな状態かをお伝えするです。喋り方変えたら相当モテると思うよ君。今大陸で求められている。 あんまり興味ないんです、ごめんなさいね。もうな、満ち足りとるやんこの大地満ち足りてるやん。何も必要なものがないよ今。あ、大丈夫です。近くの村でちょうど、あ、そう収穫祭にしか興味がないんです。行きましょう。シール取れるかな。前路地にしちゃったからな。もう一回路地で行くけど。何か買うのか。買いますよ。明日誰よ、いらっしゃいとデートするかなよな。プレゼント、スニーカーあげたことあるよね。動物の合唱もあるよね。フルーツバスケット、
小物入れ。シルバーのフォトフレームって誰が喜ぶんやろな。誰にあげても喜ぶんかな。ちょっと今回いまいちかも。あげたことがあるもんばっかやな。フルーツバスケットってマジで誰が喜ぶん。シルバーのフォトフレーム買っとっか。用は済んだか。うん、こういうのは一緒に買い物するもんだよ。男の子諸君分かってるか。これからどこを見て回ろうかな。一応ここはセーブしておいて、通り頼むよ。期待してるよ。見渡す限りの人間か。店の数も多い。大陸は順調に発展しているようだな。なんてだってクリーナーがあるぐらいだからね。ありがとうございます。あざーす。あ、クラビス様、あそこで射的をやっています。一緒にやりませんか。この男相手によく射的誘ったな。好きにするな。一緒にやろうや。なんであんたの許可取ったみたいな感じになったの。おっと出ました、初の前段命中。前段命中おめでとうございます。このお祭りで最高の商品をプレゼントしちゃいます。え、スナイパーだった。おー、いいね。これも。いや、まんまとスチールゲットだよ。いいな、クラビス君、いいよ。クラビス様、すごい。お、クラビスがやったの。かわいいクマですね。おめでとうございます。これが最高の品とはな。思いもよらぬことだ。クラビス君が前段命中したんや。すげえな。だが、のび太君かな。お前の育てた大陸らしいといえば。そうかもしれんな。ちょっとバカにしてるやろ。これはお前にやろう。私の館にあるよりいいだろう。これにとってな。いや、クラビスの執務室の椅子にクラビス不在の時とかに置いといてほしいけどな。だいぶ面白いと思うよ。まあいいんですか。ありがとうございます。あの薄暗い部屋でクマがちょこんって座ってるのだいぶ面白いと思うよ。いや、いい視察でした。よかったよかった。悪くない一時だ。出向いただけのことはあったな。帰るか。いや、相当エンジョイしたでしょ。はい。いや、問題はデートだな。ジュリアスかマルセルかなって思ってるんやけど。今回の情報を元にして望みは。おっそっす。何にもいらない。一応セーブしとこう。誰か訪ねてこられても困るし。徹底的にコントロールしてるからね最近。平日も誰も来ないように何度やり直してることか。おお、なんだ、どうしたのリミちゃん。どうした、水の死後生さん、悩み事でも終わりかな。仲悪そう、色的に。誰かと思えばオスカ、何かご用ですか。これはご挨拶だな。いや、ほんとね、相当切られてるね。なんだ、あの二人のお嬢ちゃん方のことがそれほど気になるか。私は争いは好みません。いかに女王試験とはいえ、二人がまるで敵同士のように競い合うのを見ると。それは節穴ですよ。一切ライバル視してないので、なんかやってんなあいつぐらいにしか思ってないんで大丈夫だよ。顔に似合った綺麗事を言ってくれるぜ。話しかけといてなんで煽るんだよ。何なんだお前。競争はより高い成果をもたらす。だから競ってないって。あの二人も競い合うことによって互いに成長していってる。それはお前にも分かるだろう。驚くほどアウトオブ眼中だよ。それとも何か女王陛下のなさることに異議を申し立てるつもりか。そんな、それでも私は。仲良くしろ。いえ、これも新たな女王誕生のためには必要なことなのでしょうね。仲良くしなさい君たちは。おはようございます。今日は日の曜日です。守護聖様。アイドルグループかよ。誰だ。おお、じゃあもうマルセル君でしょう。いいやんいいやん。お客様がマルセルの公園デートのスチルって撮ってないよね。
ないよね。撮ってるかもしんないね。いや、もうさすがにここまで来ると記憶が、この画面からギャラリー見れたら一番いいんやけどな。見れないよね。まあいいや、一応セーブしとくか。一応ここでセーブしておいて、入ってもらいなさい。ウィ、マドモアセル。こんにちは、マルセル様。今日は日の曜日だよ。知ってます。約束はしてなかったけど、一緒に遊ぼうよ。いいよ、喜んで。ここまで入れて断るとかやばいよな。じゃあ今日は公園行こう。公園、公園に行きましょう。公園っていつも人がいて賑やかで楽しいよねあれ、なんかそういうとこ嫌いなんじゃなかったっけ、マルセル君。早く行こうよ。お出かけ嫌いじゃなかった、マルセル君。ごめんね、なんか合わさせちゃって気使わせてごめん。5040いくらとかやったな、俺の大陸。ちゃんと見てなかったな。君とお散歩なんて嬉しいな。少し歩こうよ。相当久しぶりだよね、マルセル君と公園は。チュピが来た時も結局スチルは取れなかった記憶があるから取ってないと思うよな。あんなところにも花が咲いていますね、マルセル様。花はねチューリップ好きね。お日様をたくさん浴びてすくすく育つんだよ。君たちは好きだな、お花が。あの辺りは日当たりが良さそうですね。今日は君と一日一緒にいられて嬉しいな。なんなら初めてまだあるんかな、ね、公園デート。この前僕たちが過ごした場所覚えてる？覚えてねいや覚えてないけど、森の湖じゃないですかね。チュピーが最後だよね、多分。私の部屋ではない、森の湖。おーし、そうだよ。覚えていてくれて嬉しいな。この前はすごく楽しかったよね。どれも違うよとか言われたらどうしようかと思った。はい、じゃあ今度はあっちに行ってみようよ。マルセル様の趣味は何ですか？僕、草花を育てることが好き。とってもとっても大好きなんだ植物ってね、60代かな。愛情を注いであげるとそれに応えてくれるんだよ。だから育てがいがあるんだ。定年退職した人かな。とっても素敵な関係ですね。よいしょがうまいな。終わるとディア様楽しいお茶会を君もこの前覚えてますとも。チェリーパイでオープネーレモンパイにするとか言ったチェリーパイです。そうだよ、ちゃんと覚えてるんだね。毎日忙しいのにすごいや。いや、毎日忙しいのは本当に忙しいありがとうございます。根回し大変なんで。じゃあ今度はあっちに行ってみようよ。いろんな人に忖度しまわってるね。いや、これ一発 OK 出したいな。たくさん歩いたらお腹が空いちゃいましたね。そろそろお昼にしませんか。出たぞ、ほら久しぶりの弁当。いただきます。久しぶりのサンドイッチとあれなんなんやろな、マジで春巻きかな。いやー、眩しい笑顔だな。お味はいかがですか。うん、すっごく手作りって感じがするそれあんま褒めてないよ。褒め方下手だな。今度一緒に作りましょうか、マルセル様。それは結婚するってことでいいのかな。あのね、女王候補って周りのこともちゃんと見えてないといけないんだって。ロザリアと仲良しの下生は。あ、よかった。誰だか知ってる？リミちゃんでしょ。あら、リミが出ない、オリビエでないことだけは確かなので、ルバです。君ってよく知ってるんだ。さすが女王候補に選ばれただけあるね。もっと褒めて。僕も他の守護生ともっと仲良くするよ。いや、マジで君らほんともっと仲良くして頼むから。ありがとうございます。ねえ、本当にもう少し話そうよ。アイドルグループじゃないんだから。マルセル様の生まれた星ってどういうところなんですか。僕があの星のことを思い出すとき最初に目に浮かぶのは
緑いっぱいの野山なんだ。すごく自然に恵まれた星なんだよ。いろんな植物や動物がいてね、毎日一緒に遊んでたんだ。人食植物とかいないよね。ああ、とっても楽しそうです。ねえ、少し歩き疲れたんじゃないの？任してくれ。もう情報通のオムーナさんとしてはね、そういう情報もバッチリですよ。お出かけが嫌い。はい、ということで、ちょっとだけ近くに休憩できる場所があるよ。もうちょっと歩いてね。完璧なデートですね。パーフェクトデートだよ。この鐘を一緒に鳴らすと幸せになれるそうですね。やってみませんか、マルセル様。じゃあ早く行こうよ。ふふふふじゃねえよ。何やねんふふって。じゃあ次はいよいよ佇みドームですね。いよいよ。プランニングしてあったんだな、オムーナの中で。ねえ、僕の話を聞いてね。うん。女王陛下はね、いっつも主政にいてね、世界全体のために働いているんだよ。だから君は女王陛下とはあんまり会うことができないよね。そうだね。でも女王陛下は君のこと期待してるみたいだよ。頑張ってね。まあそうだろうね。相当有能だもの、マルセル様。じゃあもう行こうよ。このまま帰るのはなんかもったいないね。もう少しだけお散歩しようね。公園デート初めてっぽいな。初めてやったらスチール取れるんかな。どうなんやろ。こうして見ると君ってとってもお花が似合うんだね。花に綺麗さを少し分けてもらえたら嬉しいです。ほう、言いますね。花まで用意書しますか。寮まで送るよ。僕もうちょっとだけ君と一緒にいたいんだ。もうちょっとだけ、もうちょっとだけじゃない。ありがとうございますマルセル様。よし、いいね。今日はどうだった。僕はすっごく楽しかったよ。2枚目のスチールですよ。順調っていうか、やっぱこの公園帰りのシーンの君も楽しかったら嬉しいな。あれいいよね。同じ気持ちでいるのってくすぐったくて素敵だもん。いや、こう見たらマルセルも可愛いな。いや、可愛さで選んでないんやけど。お日様がずっと姿を見せててくれたら君と一緒にいられるのに。こんなシンプルなこと言うんだもん、ストレートな。本当はまだ帰りたくないんだよ。わがままも言って困らせたくないから我慢するけど、でもねえ、約束してくれる？また一緒にお出かけしようよ。その時も手をつないで歩こうね。何人と手つなぐんだよ。見られたら結構なことになるよ俺。今日は本当に面白かったね。君のこともよく分かったもん。また公園を一緒にお散歩しに行こうね。またご一緒させてくださいマルセル様。マルセル様と公園にご一緒しちゃった。とっても楽しかった。ふふ。デュフフ。どうしようかな。どうしようかな。ちょっとね、最新の情報としては、あ、間違えた。いや、もうこの交流メモも、だいぶ埋まったんだけど。ね。ルバですらこれですよ。あと気まぐれに行動するかどうかだけですよ。リミも結構、リミもう完全に埋まってるわ。それぐらい頑張ってるんですけど、占い結果これ多分最新なんだけど、まあ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 、ルバの相性も77まで上がってきてるんで、ルバの好感度もこれから上げつつ、リュミの相性も上げていくかな。とりあえず最低でも80ぐらいは欲しいから。この相性ってね、相性が高ければ高いほど親密度が上がりやすくなるはずなんですよ。12って合ってないようなもんやん。もうちょっとやるか。
次なんか定期審査かなんかなかったっけ。あーでもあと2週間後か、ま、もうちょっとやろうかな。じゃあおやすみなさい。視察への同行を今回はですねランディを連れて行こうと思うんですけど、また1週間何もなかったんですね。根回しで終わりました。ランディでは、どランディおいで、一緒に行くよ。やあ、おそす、大陸に行くんだな。じゃあ行こうか。はい、よろしくお願いしますランディ様。呼ばれるかどうかわからないから常にスタンバイしてんのかな。道を開きましょう。守護星たちは大陸の様子をよく見てきてください。オッケー。また臨界が起こったぐらいしかイベントなかったわ。何にも起こらなかった、何にも起こさなかったの間違いなんだけど。あ、天使様お待ちしてたですよ。喋り方変えようよ。それじゃあ天使様に大陸が今一応聞いとくか。臨界起こったって言ってたからな。いやー、夢のように美しくなりたいってみんな思っているです。うっとり、やかましいわ。ハートつけんな。じゃあ天使様、今までに私たちが発展させた大陸の様子をじっくり見。そうだな、後にしようかな。近くの村で収穫祭、そうそれが本番ですよ。収穫祭に行こう。いやースチール取れるといいな。いろんなお店が並んでる。何か欲しいものがあるのかい？買っておいでよ、俺はここで待ってるからさ。はい、じゃあ行ってきますランディ様。何にしようかな。いらっしゃい。はい、うすうす、何を買おうかな。貝殻細工はある。いいね、貝殻細工買っとこうかな。じゃあね、少し調べたんだけど、この小物入れと前買ったあのシルバーのフレームと、あとフルーツバスケットか、これは基本的になんか好みの人はいないらしくて、誰にあげても一定のプレゼントとして喜ばれますよっていうやつらしい。だから貝殻細工買います。お待たせしました。いい買い物ができたかい？これが視察の楽しみだよな。はい、これからどこを見て回ろうかな。両方行ってんだね。じゃあ割と一か八かで行けるんだ。通り、どうよ、こういう賑やかなところで食事するのはいいよな。楽しい雰囲気。ちょっと待って、あ、ダメですね。あ、ランディって見てないはずなんだけど。スチルは広場の方に行こう。じゃあ広場に行きましょう。何だってするからね俺は。初めて。おーし、すごい人出だね。みんな広場に演奏を聞きに来たのかな。歓声で音楽聞こえないよ。ああ、いいね。じゃあちょっとだけ一緒に冒険してみないかい？なんかランディ顔変わってない？このシチュー。二人でこの人混みを抜けて一番前に行くんだ。お前誰だ？俺の知ってるランディじゃないぞ。こうやって手をつなげばはぐれたりしないし、きっと最高の音楽が楽しめるよ。しかし君はよく手をつなぎたがるね。まったくこの野郎。はい。じゃあしっかり手をつないで行こう、二人で。いいですね、青春ですね。お疲れ様、収穫祭楽しかったな。楽しかったな。今日はいい視察になったんじゃないか。よかったらまた一緒に来ような。はい、さあ、まあデートまでやろうかな。日曜日の誰誘おうか悩んでんだけど、今回の情報を元にして、あんまり興味ないんで大丈夫です。じゃあ寝ましょう。あー、でも誰か来るかもしれないからセーブしとこう。ジュリアスかなって思ったんやけど、ジュリアスどうやらスチール取ってるんよな、デートの。だからデートのスチールを取ってないのはオスカーか、ゼフェルは取ってるね。オリビエも取ってるね。オスカーかクラビスなんだよ。クラビス行くか。あー、いやでもオスカーがいいかな。オスカーにしよう。就寝します。なぜなら好感度が低いから。低くはないんだけどね。あ、なんだ、うるせってんだよ。おー、どうしたどうした、穏やかじゃないな。待ってください、ゼフェル。
しつこいんだよお前は、はあ、言っちゃいましたか。ここも仲悪いの。ゼフェルってランディと仲悪いんじゃないの。手を焼いているようだ。ええ、でも反抗期がないとちゃんとした大人になれないって言いますからねめちゃくちゃ心広いやん。だからといって甘やかせばいいというものでもない。そりゃそうだな。もっと厳しくした方がいいと思う。もちろん私だって言うべき時にはビシッと言ってますよ。言えてないんやろな。ゼフェル待ってください。今日こそ話を聞いてもらいますからねおかんみたいな人やな。とてもそうは思えないが、困ったものだな。ルーバートのこうあれが上がったってことかな。おはようございます。おう、沈黙深めてくるわ。誰だ。あー違うんだな。ごめんなごめんなごめんな、ゼフェル。お客様がお見えになりました。嫌いってわけじゃないんだ。どうしますか。あれまた見ないといけないのか。飛ばすけど、ごめんね。何だってするから許して。お、あいい天気で気持ちいいですね。あ、え、これ何種類かあるんや。お、やり直して気づくこともあるんやな。ルーバーじゃない、何してんの。ああ、オリビエ。仲のいい守護生との夢を見るパターンと仲の悪い守護生との夢を見るパターンがあるんだね。日向ぼっこをしてたんですよ。ポカポカして眠くなってきてしまいました。これは新たな発見だ。あんたってさ、なんかいいよね、マイペースでさちょっとディスってるね、はあ、そうですか。そんなことないと思いますよ。これでもいろいろと振り回されたり気をもんだり。そういうのがこれっぽっちも顔に出ないのがいいの。まあそうだな。あんたといるとさ落ち着くんだよね。はあ、オリビエも顔には出さないけど結構気を使う人ですからね。ルバってば分かってるじゃないの。仲良しなんだな。私ってこれでも神経使ってんだよね割と見た感じそんな感じするけどね。結構いろんな方面に気使ってそうだよ。よければ一緒に日向ぼっこしませんか。やっぱ見た目とかに気を使う人って結構気遣いの人多いんじゃない。それは遠慮しとく。私の美しい肌にシミができると困るしね。じゃあね。私に言わせるとオリビエの方がマイペースですけどね残念ながらそれはないわ。よし。おはようございます。誰も来るなよ。なんでだよ。オスカ。あー、いいでしょう。お客様がお見えになりました。クラビスで行きましょう。うん、公園行こう。ウィ、マドモアゼル。セーブしとこう。お客様ご案内します。セーブしといて。で、試験の状況を見といて。5339と4016ね。5339と4016。OK。了解。これそろそろ決着つけないと島がたどり着いちゃいそうやな。かわいい、誘いに来ただって。喜んで来てくださってとっても嬉しいです、クラビス様。そんなに。あ、いいよ、行こう、早く公園に行こう。そうだな。ふふ。5330なんて6と3ん、忘れた。少し歩くか。はい、こういう時に限ってくるんよな。バッチリ覚えてる時に限ってこないのに。5330いくらだね、とりあえず。クラビス様、あそこを見てください。もうこの公園デートも正直飽きてきたやろみんな。ふふ、かわいい、撫でたいな。ふじゃねえよ。でも近寄ったら逃げちゃいますよね、きっと。そうか、だろう。話聞いてる話聞いてる。向こうの二人が気になっているようだな。行ってみるか。人は生まれた時に。ああ、これ苦手なんよな。愛すべき人と赤い糸で結ばれるというわ。きっと君と僕とは結ばれたのさ。たとえもつれていても手繰り寄せただろうね。これ何を参考にすればいいんだ。お前はあの二人のことを
羨ましいと思うか。いやクラビさ、さすがに羨ましいと思ってなさそうだけど、そうは思ってないくせにそんなこと言うなみたいなこと言うでしょこの人たち。気まぐれ、おしゃべり、他の皆さんに関心ある。いやーこれはわかんないんよな。気まぐれに行動されるかどうかとかか、ちょっと一か八か少しで言ってみるか。そうか、お前とは話が合わんな。女もだな、何すればいい。少し歩くか。今日もいい天気だなクラビス。はい、えデートなんかまだしてないよ、初めてだよ今日。そんなやり直しなんてしてないんで。ああ可愛いな、もうちょっと近づいてみようかな。リス可愛いな、さっきウサギ見たような記憶がちょっとあるんやけど、なんでやろう。あ向こう行っちゃいました。そうか、それは残念だな。話聞いてる何が残念か言ってみて。お前は今はこうして私と過ごしているんだ。誰から聞くのがいいと思うやな。様々な守護生から話を聞くことも必要だろう。ジュリアスじゃない方。お前が話を聞くとしたら誰の話を聞きたいのか。ジュリアスじゃない方、リミエル。そうだな、お前の選択は正しいと思う。君たちが死ぬほど仲悪いことはもう周知の事実だよ。向こうに行ってみるか。属性の問題な気がするけどね、君たちが相入れないのは。クラビス様の苦手な女性像を教えてもらえませんか。その質問についてはあまり関心はない、あまりくだらない話をしたくない。だからさ、俺の選択肢外で好感度下げるようなこと言うのやめて。本当すいません、参考にさせていただこうと思ったんですが。答えてくれないのかよ。この前お前の大陸でできたものをもらったな。何あげたっけ。思わぬ出来事だった。その時お前が送ってくれたものを覚えている。安眠枕とかだっけ。ああこれか。覚えていたのか。お前の気持ちは一時のものではない。めんどくさい女みたいな確かめ方すんな。はい、向こうに行ってみるか。それはもう全員に対して本気で恋愛してますから一時の思いとかないですから、全員ですよ全員。あスイーツのワゴンが来ているわ。何か買うのか。はい、お待たせしました。はい、これはクラビス様の分です。どうぞ。気を使わせたな。いただこう。あ、守護聖様。うん、はい。カットでロザリアに見られちゃった。ちょっと気まずいかも。ほんまあいつ暇やな。あのクラビス様。そろそろ行くか。あ、もうクラビス君のテンション下がっちゃうやんかこれ。あいつマジで邪魔しかせんな。女王候補としてのお前に。あ、来たか。5330いくら。お前の大陸の発展度は、5000、この数値より高い。5300。うわ、これちょっと自信ないな。より上、違います。なるよし、それくらいは知っているようだな。多いなって思ったんだよ。私はお前の大陸のことをもう少し考えるようにしよう。5000まで来たんか。とっても嬉しいですクラビス様。もう少し話そう。いいね、これはスチル獲得なるんじゃないか。クラビス様の身近なことを聞きたいんです。昨晩だったか、月を見ていたら降りてきたぞ。冗談。この人冗談とか言うんや。クラビス様が冗談を。やめとけとそのいじり方は良くない。少し歩き疲れたのではないか。お出かけ嫌いだよねこの人。お出かけは、嫌いだから疲れたって言っとこう。ちょっとだけ。そうか、近くに休めるところがある。そこまで行こう。佇みドーム前だよね。今回何やかんや動画時間長くなっちゃうかな。まあいっか。
たまにはね。あ、風船が空を飛んでいきますね。見ろこの青い空どこまでも青く澄んでいる。噛み合ってないよな話が。なんだかずっと眺めていたくなっちゃいますね。風船見えてる。もう少しこの空を見ていたいな。あそこからならもっとよく見えるかな。またまたここまでがプランニングしてあるんでしょ。佇みドームまでプラン済みでしょ。よし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 、完璧なデートです。やり直しなんてしてません。少し話をしてやろう。この飛空都市やお前たちが育成している惑星は女王の滑る世界とは別の宇宙にある。次元の違う宇宙を行き来するには次元回路を使うのだが、こんな話はお前には難しかった。そんな難しくないやろ。次元回路の行き来とかしょっちゅうしてるわ。クラヴィス様、クラヴィス様じゃない、そろそろ行くクラヴィス様じゃないよ。少し話がある。私についてくるがいい。公園デートはしてるはずなのにスチールは取ってないんだね。クラヴィスの花が美しいものだとは知っていたが、お前もいや、なんでもない。最後まで言え、照れんな。私も花は美しいって思います。これはあるでしょう。もう少しの間だけお前と一緒にいたいのだ。ありがとうございますクラヴィス様。おお、疲れてはおらんか。いいね。いや、お前にはいらぬ質問だったかもしれんね。いやクラヴィスもいいな。やっぱりなんだろう。お前はいつも活力にあふれ、周りにいるものを笑顔にしてしまう。この私とて例外ではない。今日もこのように楽しい時を過ごせるとは思わなかった。結構な年の差カップルになりそうだけどな。もう何かに心を動かされることもないと思っていたのだ何歳だよ、死ぬの。また同じ時を過ごしたいと思うほど、お前の隣は心地よい。いやまあそう言っていただけて光栄ですけど、心配だわ。年の差とか言ったけど、本当に楽しい時間を過ごすことができ。じいちゃんと孫やん。礼を言わせてもらう。遠い日になくした思いを取り戻したような気さえするでは失礼させてもらう。精神と時の部屋かなんかに閉じ込められてたんかなこの人。またご一緒させてくださいクラヴィス様。クラヴィス様と公園にご一緒しちゃった。とっても楽しかった。ふっふ。いやー楽しかったね。じゃあ今回はこんなもんで終わらせていただきましょうかね。まあそうかね。次からどうしようかな。そろそろね、もう動画外でいいのかなって思いつつもあるんだけど。ね、ルバは、これ最新じゃないんですけど、全然。ルバの相性はもう100になってます。今、リュミエールを上げていってるんですけど、リュミエールを100近くまで上げたら、もういよいよこの2人に好感度を全振りして、っていう感じでいこうかな。もうほぼ全員200にしちゃってもいいかなって思ってるんで。で、ロザリアをできれば0にしたいんだけど。うん、そんな感じで進めていこうかな。はい、ってことで、また次回、そろそろクライマックス編に行けるんじゃないかなって感じで、よろしくお願いいたします。それでは、またね。